い、皆さんこんにちは、ナイロン番組のナイロンです。今回はですね、ここをね、なんとか綺麗にしようと思って、じゃあこっちからですね、こっちからどうしようかなと思いまして、公式ってか、まあ、ちゃんとしたスクイーズ、買ったスクイーズはこっちにします。でもさ、この子をさ、この子ここ入れるか、かわいい、オッケー。どうしようか、一瞬ちょっとこの子に入れてもらって、はい、これ下がね、結構異常ないんだ。これはあっちの棚に移そうと思ってるから、別にここは問題なくて、これだけかな、これだけだ、入れるの、こっち側。これちょっとどかそう、あ、めっちゃいいの見つけちゃった。箱買いしたんですよ、これも箱買いしたから、これをちょっと入れてきて、これってもうダブってるから、ここ置いといて、いちごスクイーズはこれどうしよう、これさ、もう良くない、これこういらなくない、箱、あ、スクイーズファンよ、いる、漏れてる漏れてる、スクイーズめっちゃ漏れてる、あ、見えてないし、この部分もね、漏りました。じゃあ、あ、やっぱ怒ってきちゃった、ダメかな、頑張って応援してるよ。はい、じゃあこれにちょっとちっちゃいブルームちゃんと入れていきます。ブルーム結構増えてきてるから、この2つでしょ、ちょい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 、これでスクイーズよ、あ、ペッタンスクイーズめっちゃ乗っかってんじゃん、これはもう、これひよこがここに、そこが問題、うわ、もう待ってよ、もう一個いけるんだよね、ここに、このなんかガラクタってか、まあなんかいろんな、なんかよくわかんないスクイーズをここに出すと、こうしてくる、ダッサ、めっちゃダサくなっちゃったけど、しょうがない、こうするしかないんだ、まあいっか、はい、オッケー、おー、いいじゃんいいじゃん、見えてないけど、あ、めっちゃボケてる、これもちょっと邪魔、はい、クリアジェルここに置けばいいじゃん、ここちょっと後で綺麗にします。オーバイナス、オーバイキャベツか、これでも焼き芋ちゃんいるから、これ焼き芋がいっぱいなんで、ここにブルームいっぱい置きたいと思います。ここいける、これはこうか、あー、ここにちっちゃいブルーム入れて、普通にでかいブルームいっぱい入れてきたいと思います。チョコバナナ、パンスクイーズもここいけるから、パンね、あとこれ、これ好き、私コラボ品な、あ、コラボ品なって、私こっち側に1個あるんだよね、これも一応まあブルームなんで、ここもいけんね、これも、ひたしパンはね、何してもね、結構パンチが効いてるから、はい、こんな感じ、はい、そしたら結構下が空いたんで、ここにこのでかいパンを入ったー、ここ全部ブルームになりました。あ、もうこれもさ、ちょっとさ、中に入れる、あ、いいじゃん、スクイーズショップ超華やか、結構華やかになったじゃない、ビフォーアフター、ここも、まあまあまあ、そんな気にならないでしょ、かわいいですね。本日も動画見てみてありがとうございました。それではまた明日のナイロン番組でお会いしましょう。キャベバーイ。